朝のニュースです、えー、岸田内閣の支持率が過去最低ということで、いやしかもあの自民党もです、ねえー、下落して19%と、いや、これは一体何が起きとるねんという話をです、ねえー、安富さんとしていきたいなというふうに思います。安富さん、東京大学の教授で、ねはい、私と YouTube やってるんですけども、まあ、実はです、ね、安富さん、最近、岸田内閣の支持率が下がりまくっていて、 この前富士山 k グループで30%を切ったんですよ。これはですねひとつき万冊2020年に再開して以来初の数字でございましてうんうん、うん、そうねいやもうなんか来るところまでうん森喜朗といい勝負になってきましたねいや麻生太郎森喜朗果たして、えー、それとも岸田になるのかという次通信で10%台に来たら、あのー、野党にね 落ちたタイミングの、えー、麻生太郎さんとかと多分並ぶんじゃないかなぐらいの勢いですけどこれはあのいわゆるですねこのキュイーンってこう下がる方向に勢いがついてしまっている状況なのであー岸田さん的にはこれ何しても今上がらないうんすればするほどダメなのではいで まあ、とはいえ、なんとか俺は外交の岸田だなんとかしないとということで岸田さんはですね今、アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議にですね参加しでなおかつですねあの1年ぶりにあの習近平とも会談をするとまあ、それなりに大仕事があるわけじゃないですか、うん、今回はですねあのポケットにね手を突っ込んで後ろでふんぞり返っている <laughs> 木原誠二もいないから援助しないはずだ。はい っていうことなんですけど、いや、なんか悪いことは重なるもんだなということで、なんとですね、えー、サンフランシスコ中の、えー、訪問中の千差しを歩いてきました、点てん日韓首脳会談会場まで急遽徒歩で移動ということで、これ、何かというと、ですねあの交通規制知らなかったから、えっ、道路<え>止まってんじゃん、どういうことだ <laughs> ってやり、やは自分のせいで交通規制あるんだ。いや

<え>あお待たせすいませんでしたえふーふーってあの韓国の,あの大統領に <laughs> なんかもう <laughs> えなんでそんなことないえいやそのね詳細はあのー、書いてないんです多分交通規制でも交通規制だったらさ、うん、ちょっといやそれぐらいお前知らされてるよとかさいろんないやさすがにアメリカの仕事じゃない <laughs> いや、アメリカは伝えていたかもしれないけど、あの岸田さんの周りがポンコツで、いやもうだから、スケジュールチェックをできないかもしれない。これはもう、末期的症状になってきたと最近だってさ、何しろ、われらが本間さんが日々伝えてられる。 国内館の様子を見ればいい <laughs> まあそうね、もう、だめだめなのかもしれないということで、えー、スケジュール調整もできず、うん、大統領会談には徒歩で行き、遅れてすいませんでしたお前、新人影響ンかよっていう <laughs> 状況なんですよ、<laughs> 今。すごいね、はい。で、まあそんな岸田さんの,あの内閣支持率がですね、この時事通信の調査では、えー、21.3%、えー、と。 いうことになり自民党の支持率もまあ下がっていると自民党にグラブ十九。1 9パーセント無理じゃん g にしても低いという低いよねには20を切るというの20を切るというのは,うのはかなり久しぶりじゃないかなうん、うん、いやーこれで政権交代も見えてきたなあと思いきや立憲民主党、うん、支持率を下がっていてったですね立民のが下がってるやん。立民の方が下がってるよ立見の方が下がってるやん。ればやっぱり泉県じゃだめだ だめ <laughs> だって、えー、ちなみに日本維新の会も下がっておりますみんな下がってるなあ,令和新あーごめんなさい日本維新の会ちょこっとだけ上がってんのか <laughs>、えー、あ上がってんのうんであの共産党が下がって国民民主が下がって令和新選組がちょっと上がってまああとはもうさ差、うん、という状況ですねうんこれはやっぱり本当受け皿がいりますねいやーもうね日本保守党 いや多分自民党下がってるあれがあるああよねあの百田直樹さんの日本保守党のおかげで自民党の支持率は、もうん、まあ下がってると思いますよ。うんもうと、まあるんですけど、とりあえず、あのこの時事通信の調査で一体何が理由で下がってるのか、ちょっとチェックしたいなと思うんですけど、はい、まあやっぱりですね、えー、総合経済対策に盛り込まれた定額減税への厳しい評価。 うんえー、自民所属の政務三役の相次ぐ辞任、こちらが大きく影響しているということなんですけど、うん、あの本日の,あのニュースでですね、なんかトップのニュースだったかな、えー、柿澤美斗法務副大臣の自宅に家宅捜査って、まあ,あのね、河、え、合、ー、克行、えー、元こちら法務大臣は。 現在逮捕された刑務所に突っ込ままておりますので <laughs> まあこれに比べればマシなのかもしれないけど、うん、ああもうなんかダメダメやなっていうまあそういうスキャンダルは続く中でなんか庶民には減税ちょっとしてやるよっていうふうにえなんかあの所得住民税計4万円減税に対して評価しないー51%半数を超え評価するは23.5%。で えー、課税されない所得非課税世帯ですね住民税低所得世帯への7万円給付に関しては、えー、評価しないが44%評価するは33%で、まあ、評価しない方が高かったと何、うん、ていうか、まあ、ケチケチでそんな中なんか法律で自分だけ法案通して給料あってなん,かなんかタイミングがタイミングってかなんかね だだんってさ、防衛増税しますよ増税し、いろいろ増税しますよって言ってて、うん、急に減税を出してきたらさ、じゃあ今までは何なのって、うん、だからその、そのブレっていうのがやばいですよね。うん、いやまあ、ブレがやばいけど、うん、うん、まあ、あとですね、防衛増税が決まった頃あ皆さん、これ決まっちゃってるんですよ、もうこれね。うん、るああああ 毎年何万円か抜かれることはっ、はい、なくて、ずっとね、ずっとね、何十年。で、これをひっくり返すためにはもう政権交代でもするかぐらいの勢いなんですけど、うん、えっとですね、あのー、それが通った頃ちょっと皆さん、どういう状況でしたか、世界は。

緊張感を持って注視されている方はどれがいありますか、うん、毎回毎回ウクライナのニュースをチェックされてる。ビビ、はい、<laughs> ちょっとって毎日ビビってるけど。うん、あビビってますけど。なんかわからんけど、ドローンマンなって、うん。なんかなんとかなるような、そのうちみたいな。多分れ <laughs> あれはなんともならん。あまあ、じゃあなんともならんってことはなんともならん,まんまーー。ままドま大したことないな。うちの生活には関係ないわ。いや、めちゃくちゃある、えー。でもですね、関心は減ってます。<laughs> 減ってる。 慣れてしまいました。もう慣れちゃったんですよ。あのもうね、福島原発から汚染水,水がどれだけどこどこ流れても、まあ、どうせ10年以上ベルトダウンしてたし、今らばええやろ、みたいな。10億ぐいぐらい。いや、もう,もうあの大衆とはなれるものでございますから、そんなもんでございます。ケイジルロフト入って。で、さらに、台湾が、あれ、明日攻められるんだ、中国が攻めてくるぞって言う明日はまた絶対来ないです。<laughs> ね そういう中でさ電磁化パルス攻撃だーって高市早苗さんが叫んでた懐かしいけどお前いいの昨日か音とついたかちょっとあの正確に忘れたけどバイデン大統領と習近平がですね対談して、うん、あ軍事的なホットラインを開きましょう二個二個って言ってであのアップルの幹部とかボーイングとかまあ アメリカの名だたる大富豪たちの幹部の前で習近平が私たちは皆さんのいいパートナーでーすとかっていうふうにですね、うんうん、あの講演してるんですよ。でそれっていきなり攻めてくるわけねえだろうとか、だからもう防衛相の大義はもうガラガラガ,ラガ,ラガ,ラガラっセクハラ集団に金あってどうすんねん。いやーもう、えー。というわけで、あのセクハラ集団という話が出ましたけども、今のところですね、あのスキャンダル一体どうなってんのかと。 まず山田太郎文部科学政務官がですね、あの辞任されました、20代女性との不倫です、これが最初のドミノ知事のパタリなんですけど、まあ、今思えばですね、他のに比べれば、ずいぶんバトボだだと、あの認めて即辞任したんでね、うんうん、で次、柿澤水戸さん、えー、東京都江東区区長選で当選した候補の陣営に違法なインターネット有料広告を出すよう勧め、かつなんか現金も配ってた、で秘書も巻き込んでた、<laughs> で現在、絶賛家宅捜索中。うん でえー、辞任と。で、さらにあの不祥事に関しては、子ども政策担当大臣の加藤さんが、あの資金管理団体が地元の事務所の賃料として月15万円を実母に支出していたということで、まあ、これはあの、仕送り <laughs> 政治資金から仕送りしたゃん15万ぐらいお前自分で出せよ <laughs> 俺でもやってるわ、それぐらいは。で、あの<や>厚生労働省の武見さん。 厚労省就任後に開いた政治資金パーティーで医療関連団体からパーケン種、えー、収入が入っていると、うん、でさらに、えー、木原実さんこれ防衛大臣ですね衆院長崎4区補選で自民候補を応援することが自衛隊の苦労に報いるというですよ場合は大立法帝国陸軍かみ立区が見たちました間,違えた間違えた間違えた,た <laughs> ええー、ことなんですけどあのここでさらに、えー、昨日の段階で文春砲があの何発か三連発くらいあ二 2, 2連発かな、うん、あの地味花子 おお、さんに対して。君花子について、私語ることがたくさんあるんですよ。こだ,だから、誰も知らないんです足元がくと、あの、なんか不倫して略奪婚した人でしょうとか。知らないから、それも知らないんです。はい、えー。しかも、あの、ダイヤモンドプリンセス号の中で、ちっちゅう夫婦してたんですよ。ましらしら、まあ、でも、まあ、そういう人が、なんか、あの、なんか、暴言。部下に対する暴言。とかがあり。うん、で、次に、なんか、防衛省政務官。 がなんかあのー、セクハラ、うん、ということで、まあ、これは現在否定しているんですけども、まあこういうこんなん続いて、自分だけ給料アップしよう、いやでも今年は返すからって、でもこれ永続的にアップやろうと、で防衛増税するんやろうという状況の中で、えー、こんだけスキャンダル起きたらですね、ちょっと厳しいかな、厳もう終わったかな。全部文春や 全部文春かな竹見桂造とか文春竹見桂造は違うか。うん、うん、でも自例性はなんかちょっと文春に足りすぎやで、メディアを。そうね。なんで文春が、そ文春3つぐらいで分割したら文春、文化、文頭 <laughs> なんやそれは。え春、夏、秋、四つに。<laughs> いや、そういや文芸春秋だからね。 あそそっっかか春秋、あとはなんか文芸加藤しかないの。歌手か。あ、あ<ー>あおめでとう。うん。まあ何にもいい、なるにみんな。いずれにせよ、情けないですね、メディアね。うん、メディア情けないなまあ。メディア情けないし、もう政治家最悪やし。うん、文芸春秋さえなければいいわけよ。どうしたら、もう、岸田内閣は安泰でした。あ、そうね。うん。文芸春秋さえなければ、<laughs> もう、岸田内閣は、あの、安泰。いや、そんなわけになんねえよ。<laughs> ボード起きたらまだ文春がたまにああやってガス抜きもう弁ン開解放ブシューってやってくれるからあのなんかうわーっていうふうにビンドラってうーって圧力がなくなるけどいやこれもう,もう文春なかったらもうバグハーベンを解放するしかないです。よこのあバグハーベンを解放するっていうのはバグハーベンなんて存在しないんだけど別にメルトダウンするっていう。 うん、まあなあ、10年前なら、このブラックショークも通用しちゃうかもしれないけど不謹慎って言われたんだろうな、うらおそらく、<laughs> 10年前っ。忘れたからな、どこの国がそので素直だったんですかってうかそうう感じだよそんな感じで。で、さらに、あの実質賃金18ヶ月連続で減少なんですよ。うん。なので、いやなんか平蔵さんが言ってましたよ。え大したことない大したことないって 大したことない。そんなもんね、あので経済制裁する必要ないですよ、このぐらいでは。って言った,ったよ。え、<laughs> でも何言ってるか全くわかんないですけど。えっ <laughs> と、何実質賃金が18ヶ月マイナスになったぐらいでは経済成長する必要はない。経済政策と、策こんなもん、ね、経済対策、緊急再対策する必要はま、ね、ま緊急事態でもんでもないわ。って言ってたよ。<laughs> でもないんだもん。アメリカとか比べて、要素はね、6%も何も上がってない。賃金曲がってるんや、あっちは。<laughs> っても <laughs> いやなか,なかなか強烈な相変わらずご意見をご意見すごいのは出てましたねご意,ご意見版竹中兵装なかなか強烈でございますがまあ、うん、とりあえずですね自民党のせこれ下がってるなスキャンダルも影響あると思いますけどあれなんか生活苦しくなってきてるっていうのがですね首縛ってるだってそのパイってごらみんなこうじわじわじゃじ,じゃんあれおっうんまあま,まって で最初の頃はちょっと稼いでる人たちはね、お自己責任だよ、そんなの、全くもうとかって言ってたけど、あれ、うん、あれえしかも、あの自己責任とかって言ってる人ほどですね、あれを借りてますから。あれをね、<laughs> 住宅ローンを借りておりますから。え、住宅ローンもしかしたら上がるのえ、金企業館終わるのえ、うち変動金利とかっていうふうに気づいてきてで、それを見た、あのーまあのまずっともしかしたら自民党支持でね。うん 大企業に勤めて年金たっぷりもらっているあの高齢者の世帯全くも <laughs> 最近の若いもんは頑張るなんかスーパー行ったら高いなあれっていうふうにこうなってきて多分それでもじわ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 下がってんじゃないかなってら聞いてるでしょうねうやばいねまあこういう状況ですようんあとよんくはまあ自民党はまもなくやっぱ割れると思いますようんうんで保守党も出てきたしな うんまたあれがね、そういい具合にしょぼいんですよ。<laughs> まぁ、あ、そうだね。あのー、<laughs> もうなんか物の,の次世代のとってもう忘れたと思いますけど、そういういのがあったでしょ。うんもうみんな忘れたと思うけど、次世代の党っとのりあったんですよ。日本を豊かに強く <laughs> 日本、保守党でございます <laughs> えーっと、多分ある程度まで行くんですよ。ある程度まで間違いなく行く。うん,うん、行、うん、く行く。 でもね、次世代の党は、私富士山系グループ全面支持みたいな感じで、石原慎太郎とかもいて、うん、で、議席も取りましたよ、いくつか。覚えてるええー、あったっけっうあれよりは小さい、絶対。うんうん、だ富士山系グループの岩盤補修の本土グループは、ピクリと覚えてないじゃないですか。うん、ネタを用だけだよね。 まあでもね、このネトウ予想を引きつけるというのは、うん、自民党にとってはかなり痛い,と思いますよ。痛い,いや。自民党にとっては痛いけれども、うん、あの多分次世代とい党よりはだいぶ小さい。あのせっかくなんで、あのー、次世代の党も忘れてると思うからでも忘れてました。うん、日本保守党が出てきた時になんか似たようなことあったな <laughs> と思って <laughs>、うん。 あそれは次世代卒だったなぁと。ええー、日本の心。<laughs> 日本の心を大切にすると。これ, <laughs> これ覚えてる人いるのかな。白い絵やったら次世代の党ね。っえー、こっちのもまだおしゃれだったね。そうね。あの次世代の党からあのこっちに一回変わったということすらも知らないんじゃなっかなという。<laughs> 知らないよな。<laughs> まあだけどやっぱネトウヨ層この頃だって。うん あのー、昔これに実際の党ができたのって2014年そうですよねだから一応インターネットとかあってツイッターとかでは騒いでたよ、うん、騒いではいたけどもう今のほうがより騒いでるじゃないですかだからその部分がごっそりといってだから高市早苗さんとか、うん、ネット党予想に支えられてる人たちはどちらかというとおそらく足元を救われます、ね、うん かあの日本保守党に入った方がいいいんじゃないかぐらいのいやさすがにそれは怖いやろ組織 <laughs> <laughs> も何にもないしねまあ中ういう状況の中でまだ、あ、上杉田美桜なんか行くでしょうね、うん、もうさすがに自民党次は公認しないだろうから、うん、一体何が起きるのかな、うん、っていうのをですねまあいろんなことが複雑に絡み合っているこの情勢<お>、まあ、ある意味 あのー、今が苦しい人たちは逆転するチャンスでもあるとは思うんだけども、うん、なんか昨日と同じことをずっと続けているだけだとですねガガガラガラガラと崩れているのは皆さんも感じているはずです、うん、じゃあどういうふうにしたらいいのかっていうことなんだけどまあ私はやっぱりね安富さんの「複雑さを生きる」こちらをですねはい、はい あの読んでいただいて勉強していただくことがすごくいいことなんじゃないかなというふうに思うんですがそろそろ「複雑スを生きる2」のですね一般販売をですね開始したいかなと思っているんですが、えー、3万8500円で先行予約で受け付けた分が当然高くなるかもしれないんですけども、えー、これについてはですねそのうち決まるそのうち決まる。りりりりててててくくくるるる、はい、こないい大丈夫、ね、いやーというわけで皆さんもですねあの最後にちょっと聞きたいんですけどあのこの塔のことを覚えてますか <laughs> あの覚えてるかどうかをですね、大大ききかかっったたのよよ慎太郎だよすごいいこれはいえー、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいと思います。と <laughs> いうわけで、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく、買い方、YouTube 説明欄に書いてあります。じゃあねー。